ケノリを、あのバルチャイを蹴散らすんだ。相性悪くね。ダイマックスにそんなの関係ないわ。こんなバカでかいポケモン倒せるのか不安になるぜ。ノリオ、よくわからんダイマックス技だ。よくわからんダイマックス技おらー。正式な名前を言え。こりゃあかん、ノーマル技使おう。ダイアタック。どの技もめっちゃ派手ね。なんだこれ。さっきの技よりかは食らったけどまだ削りきれないね。大丈夫、あとは他のポケモンが何とかしてくれる。人任せかい。これで倒せるんじゃない。倒したらどうなるんだろう。ゲットできるのかな。バルチャイが弱っている。今ならボールを投げるチャンス。お、ダイマックスのポケモンもゲットできるのね。使うボールも選べるよ。でもこんなでかいやつに小さいボールって。なるほど、ボールもでかくできるんだな。いけー、捕まれー。やめろチャイ、捕まりたくないチャイ。残念だけど、このボールに入ったらもう二度と抜け出せないわよ。マスターボールじゃないんだし出れんだろ。あと一回。なんか普通に捕まえるより緊張するわね。やったか。やったー、初めてのレイドバトルでバルチャイゲット。ダイマックスポケモンをゲットするにはまずは倒さないとダメだってわかったわ。ん、なんだこの経験飴ってアイテムは。何、与えると経験値が少し増えるですって。せっかくだし次のレベルで進化するノリオに上げてみよう。マジかよ、不思議な飴と同じじゃねえか。レイドバトルやりまくればたくさん飴をゲットできるね。さあ可愛いノリオはどんな姿に進化するのかしら。みんな見てろよ、僕はイケザルに進化するからな。ほんとかな。可愛い姿もこれで見納めだと思うと寂しいぜ。うおー、新ノリオ、爆誕。おおー、シャープになってなかなかかっこよくなったじゃない。ああ、表情も凛々しくなって成長を感じるぜ。棒も1本から2本になったからこれで打撃回数が増えるね。いやそれは見た目だけだろ。ねえねえ、この飴を集めまくってちょっとレベルを上げない。そうだね、このエリアにはダイマックスポケモンの巣がたくさんあるし、レベルを上げるにはちょうどいいかも。それにいろいろなポケモンも生息しているから図鑑埋めもできるぜ。ワイルドエリアが広大すぎて気づいたらレベルが。え、まだバッジ1個もゲットしてないよな。あ、そういやそうだったわね。忘れてたー。さっき進化したばかりですが、もう次の進化させちゃいます。第2進化が一瞬で終わった。いよいよ最終進化、ノリオはイケザルになれるのか。驚くほど簡単にレベルが上がるぜ。これでいよいよ進化だ。あんなに小さくて可愛かったノリオが最終的にどんな風になるのか。俺はもっともっと強くなるぞ。この感じだとさらに背丈が伸びてスラッとするんじゃない。バシャーもみたいな感じか。嘘だ、冗談でしょ。いや待て、ゴリラに見えるだけで幻覚かも。まさかゴリラになるなんて。視聴者の皆さん、こうなることを知っていたから猿ノリを選んだと思うかもしれませんが、我々本気でこうなること知りませんでした。最初に選ぶとき、無邪気な笑顔でこっちを見てくれたノリを。今も変わらず無邪気な笑顔でしょ。ノーコメントでお願いします。あれ、なんか誰かに似てるな。あ、こいつだ。もうポケモンじゃないわよ。ノリオは本物のモンスターになりました。めでたしめでたし。めでたいのか。あのさ、俺もっと成長できる気がするんだよね。いや、あんたそれ以上どう成長するっていうの。もっとトレーニングしたいな。そういや、あの棒、ぶっ叩くための棒じゃなくて太鼓のバチになったんだね。太鼓もどこからか現れたしな。ノリオがトレーニングしたいっていうからもう少しレベルを上げておきましょうか。そうだね、まだまだ捕まえてないポケモンいるし。え、ちょ、はぁ、レイドバトルでレアポケモンゲットするのにハマって、溜まった飴をあげたら、レベル100になりました。ちなみにバッジって、まだ一つもゲットしていません。いやぁ、成長した成長した。次だわ。よく最初の草むらでレベル100にするとかやっている人いるけど、それに近いことをまさか自分たちがやるなんて。一曲演奏するから聞いてってくれよ。え、雨でレベルを上げていくから従来のレベル上げよりも簡単にレベル上げができるわ。ここまでするのに倒したポケモンの数も普通にレベルを上げるよりも全然少ないよ。大丈夫かな、この技で倒せるかな。確実に倒せるだろうよ。はぁ、よかった。なんて化け物だ。もうこいつ一匹で殿堂入りできるんじゃねえか。殿堂入りなんて、そんなの今の俺なんかができるわけない。これ以上上はねえよ。十分レベル上げもしたし、この先のエンジンシティに入ろう。エンジンシティでジムチャレンジの開会式が行われるのよね。ここがエンジンシティか。
おーおー、レンガ作りの立派な建物がたくさん。あ、きっと開会式はあそこにある大きな建物で開催されるのよ。そういやホップの姿を見ていないが、もう来ているんだろうか。あいつのことだしとっくに到着しているはずよ。やっぱり初めて来る街は新鮮でいいね。おーい。あら、ソニアがこんなところまで。あの人、何かと詳しそうだからいてくれてありがたいぜ。ワイルドエリアを通り抜けるなんてなかなか見どころあるじゃん。通り抜けるというよりあそこにこもっていたわ。ノリオを最強のゴリオにさせるくらいにな。ソニアさんからリーグカードっていう自分のブロマイドみたいなものが作れる説明を受けました。時間がある時に作りましょう。せっかくポケセンに寄ったし、手持ちのポケモンを一度整理したいな。ゴリオをボックスに預けましょう。何のために育てたんだ。そうそう、実はコッコとコンタも進化したんだった。ゴリオのインパクトがデカすぎて気づかなかったぜ。さあこの先誰を連れて行きましょうか。風の噂で聞いたんだけど、この辺に面白いものがあるらしいんだ。見たところ、ただの原っぱって感じだぜ。うん、特に面白そうなものは見当たらないよ。もうちょっと加工してみるよ。さあ着いた着いた。その噂本当なの。多分。あ、でも車とリスポーン地点があるよ。何もない場所にこんなのが置いてあるのは怪しいな。ってことはもしかして本当に何かあったりして。めちゃくちゃでかい猫がいた。でか、なんだよこのバカでかい猫。しかもこんな何もない丘に。なーお。ひぃー、鳴き声怖。お前、前に私の可愛い子猫を散々な扱いしてくれたな。え、前に。あっは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 、どこまでも行くぞー。こらー、おろせこらー。あら、猫ちゃーん。猫ちゃん大丈夫かな。いやいや、知らないよ知らない知らない。お前今絶対思い出しただろ。ほらほらそんなことよりもマッサージしてあげますから。思いっきり殴ってんじゃねえか。なお、このゲロ、何をしてんだ。猫さんがどんどん崖を下っていくよ。違いますよ。これは地形が悪いんです、地形が。お前のせいだわ。落ちても大丈夫ですよ。下は海だし。こいつ開き直ったわ。あ、どうせならオイラが落としてあげますよ。なんて野郎だ。なあ、ゲロ、覚えてろよ。猫猫コロリンすっとんとん。崖から一緒にコロコロリン。めちゃくちゃだぜ。あ、なんかこれ楽しいかも。あ、でかい猫怖かった。でかい猫、そんなもんいるわけねえだろ。いやいやいや、それが本当にいたんだよ。そんな猫いたら大ニュースじゃねえか。それが人が来なさそうな崖にいたんだよ。ありえねえな。お前のこの足の上がり方もな。ちょっとブーちゃん、実験したいことがあるんだけど。なんだ？ちょっと爆弾投げてもいい？ブヒ。それでは世紀の大実験、超最強の脂肪を持つ豚に爆弾を投げたらどうなるか。ボンバー。豚だけに。とんでもねえや。僕の夢は宇宙飛行士になって石油王になることなんだ。壮大すぎるだろ。石油王ならその辺掘ればすぐになれそうだけど。なれねえよ。宇宙飛行士なんてどうやってなるのさ。あんた前にも。さあ豚よ、共に宇宙を目指そう。豚。ってやって見事に宇宙に行けなかったじゃないの。そうなんだよねー。ブーちゃんがロケットのように飛べたらいいんだけど。ブーちゃん以外の方法があればいいのに。そうねー、そんな時はカエル博士に聞いてみましょう。カエル博士。いかにも、わしがカエル博士じゃ。あ、この前宇宙船でゲットしたコスプレの。なんじゃ、宇宙に行く方法が知りたいそうじゃな。そうなんです、どうやったらいけるんですか。宇宙というより、月に行く方法ならあるぞい。え。というわけで博士の指示でこの場所にやってきました。本当にこんなところから月に行けるわけ。まあ博士が言ってた方法に間違いがなければ。あのじいさんうさんくさいしな。で、このカートにしばらく乗っているんだっけ。そうみたいね。いざ月へ。あれ、建物に入ってないのに。うわぁ、月じゃない？そうね、本当に月に来れたのよ。おぉ、ここが月か。どうだ、月の土地は。こりゃゴツゴツしてて嫌だねー、この野郎。今この場所にはゲロ基地しかいないよ、多分ね。いえいえ、地球の皆さん、聞こえますか。月から皆さんにメッセージを送っています。今から月に来れるよって方はぜひ遊びに来てください。言い訳ねえだろ。今日も最後まで見てくれてありがとな。みんな、用意はいいか。それじゃあ今日も闇闇じゃんけん張り切っていくぜ。最初は、グー、じゃんけん、ポン、あっち向いてー。ほい、
新年早々次から次へとあのカエルはやらかしてくれるぜ。次回もお楽しみに。